十八、一つ、仏法の方に、潜入物の多少に従いて、大、勝物になるべしということ。この上不可説なり不可説なり、卑怯のことなり。まず、仏に大小の分量を定めんこと、あるべからざる騒楼か。かの暗用浄土の教師の御神領を説かれて候も、それは、 方便方針の形なり、発祥の悟りを開いて、長短、方苑の形にもあらず、小、王、尺、脈、国の色をも離れなば、何をもってか、大小を定むべきや。念仏申すに、化仏を見立て祭るということの騒浪なるこそ、来年には大仏を見、少年には小仏を見ると言えるが、もし、 この断り何度にばし、引きかけられ騒ろうやらん。かつは、また、段原密の行とも言いつべし、いかに宝物を仏前にも投げ、師匠にも施すとも、新人かけなば、その線なし。一子、半線も、仏法の型に入れずとも、他力に心を投げて、新人深くは、それこそ、ガンの本意にて、そうらわめ。すべて、 仏法にことを寄せて、世間の欲信もあるゆえに、同房を言い脅さるるにや、